よーしょ、でかい。よーしよしよしよし。これはまた違うぞ、なんだ。よっしゃ。いいサイズだぞ、これ。よし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 。おーわ。まだまだ。よしよし。まだ来ないか。よし。よし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 。よし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 。ひゅおー。はい、今回も、こちらのルアーで、フラットフィッシュを狙っていきたいと思います。前回はヒラメを釣ることができたので、今回はこれからが時期のマゴチを狙っていきたいと思います。今回使用するワームは、前回ヒラメを釣り上げたコアマンです。コアマンは1つ2000円ちょいする、まあ少しお高めのワームなんですが、一度釣れてしまうとまた使いたくなってしまう。これは釣り人あるあるですね。今回も前回同様、底を中心に狙っていきます。ワームが底をコンコンと叩いてるのを感じながら巻いていきます。はい、ここでヒットです。なんだ、なんだなんだこれ。今までとは全然違う引きっすね。おお、よいしょ。まさかの3投目で出てくれました。セイゴさんですね。ちっちゃくてもやっぱり力は強かったです。ありがとう。よいしょ、ありがとう。よいしょ。よいしょ。やはりこのワームただものではないです。さあ、それでは引き続き狙っていきます。実は今回狙うマゴチは釣ったことはもちろんないんですが、食べたこともないので今日釣って食べたいと思います。ここでヒット。よし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 。これはまた違うぞ、なんだ。よっしゃ、いいサイズだぞこれ。よし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 。おお、まだまだ。よしよし。まだまだ。よし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 。ひゅおー、ヒラメっぽいな。いやでもこの間よりでかい感じする。よし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 。上がってこない。よっしゃ、上がってきた。やった。僕早速お目当てのコチ。まだ6投目ぐらいです。マジ来てる。そして今日はちゃんとネットを、父の鮎釣りネットですけど持ってきたんで大丈夫でしょう。はい、来たー。ありがとう。はい、お目当てのコチさんがまさかこんなにすぐに釣れるとは思いませんでした。いやー嬉しい。このエラがですね、正直ね、
まだ海に来て30分も経ってないんで、もうちょいやりたいなって気もするんですけど、もうお目当てのコチさん連れてくれたんで満足です。帰ります。ありがとう。まさかこんなに簡単にお目当てのマゴチさんが釣れるとは思いませんでした。正直ですね、まだもうちょっと釣りしたいなっていう気持ちもあったんですが、まあ欲をですね書いては何事もいいことないんで、今日はマゴチさん美味しくいただくためにその場で締めて血抜きをして持って帰ります。本当にありがとう。ありがとう。50ってことにしてください。はい、ということで父が作ってくれました。今日釣ったこちの御膳です。こちの御膳なのこれまあいろいろちょっとついてますけども、これがマゴチの刺身。マゴチのフライにマゴチの煮付けです。あとまあ今日は父の日ということで、父が食べたいものをとりあえず買ってきました。はい、じゃあ乾杯しますか。はい、はい、じゃあお疲れした。